本日はカーショーのスタティックを紹介します。ステンレスハンドルです。ディープポケットグリップ。最大の特徴はブレードシェイプがクリーバーデザイン、肉切り包丁デザインです。向こうが透けてる穴が開いてます。ピボットはボールベアリング、動きはスムース。フィンガーチョイルもあるので握りやすい。重さはだいたいこれぐらいです。ブレードストップピンは若干細め、ブレードの厚みも、なんだっけ、 CRKT のピラーと比べると薄い感じ。あとホローグラインドかと思ったらフラットグラインドです。フラットグラインド、わかるかな。ピラーと比べるとやっぱピラーは結構なんていうの、しっかりしてる感じなんですけど、ちょっとやっぱり細いです。全体的に細いっていうか薄い。さっき少し使ってみたんですけど、やっぱりハンドルが薄くて握りづらかった。ブレード鋼材は 8CR13MOV、 安いナイフなのでさっきみたいに、穴掘ったりも。値段も安いので気軽に使えるナイフです。ブレードの長さはこんな感じ、人差し指サイズ、7インチぐらいかな全長で。動きがスムーズでなかなかいいナイフです。唯一さっきも言ったけど薄いのが CRKT のピラーはよくできてるなという感じです。本日はカーショーのスタティックを紹介しました。クリーバー。